チャンピオンです。チャンピオンはチカニートというニックネームを持っています。ご存知、ヘナロ・エルナンデスです。ホームタウンはアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス。年齢は32歳です。84年にプロデビュー、91年ダニエル・ロンダスに9回 TKO 勝ちし、クーイの WBA 世界スーパーフェザー級タイトルを獲得。このタイトル8度防衛に成功していますが、そのうち92年には日本で武田正明、渡辺裕二の挑戦を退けています。95年にはオスカー・デラホイヤの持つ WBO 世界ライト級タイトルに挑戦しますが、6回 TKO 負け、初黒星を喫しました。そして昨年3月、アズマー・ネルソンに判定勝ちし、今度は WBC 世界スーパーフェザー級タイトルを獲得しました。今回が4度目の防衛戦となります。戦績は40戦38勝1敗1引き分け、38勝のうち17の KO 勝ちがあります。そして挑戦者は次期スター候補の呼び声高いフロイド・メイウェザーです。ホームタウンはアメリカ・ミシガン州グランドラピッツ。年齢は21歳です。ボクシング一家に育った彼は96年アトランタオリンピックでフェザー級の銅メダルを獲得、高い評価を得てプロ入りしています。その後連勝を続け、今年1月にはベテランヘクター・アローヨとのノンタイトル10回戦でも5回 TKO 勝ちと快勝。6月には WBO 世界フェザー級タイトルに挑戦したことのあるトニー・ペップにも10回判定勝ちし、快進撃を続けています。今回エルナンデスを相手に念願の世界初挑戦です。戦績は17戦全勝、17勝のうち13の KO 勝ちがあります。ベテランか新生か、まもなくゴングです。はい、まあ、メイウェザー家、ロジャー・メイウェザー、2冠王者、世界王者だったんですけれども、これの何に当たるんでしたっけ。まあ、老いに当たるんですね。老い子さんですか。だからその親父さんですね、まあ、フロイド・メイウェザーと、はい、そのロジャー・メイウェザーが兄弟ですね。素晴らしい決闘ということになりますね。はい、さて浜田さん、どういう展開になりましょう。はい、もうエルナンデスはね、もうよくご存知だと思います。それに対してアトランタ組に来ました。まあ、メイウェザー、私はオリンピックから2年、はい、1年早いかなと思いますけどね。ですからエルナンデスとすると、来年は強くなるでしょうから、メイウェザーが強くなるでしょうから、今叩いておくべきでしょうね。小泉さんはどうでしょう、どう思いますか。この18戦目にしてメイウェザー世界挑戦ですが、まあ、浜田さん言われたようにですね、アメリカでの意見もそうなんですね。まあ、ジャーナリストの人たちですね、まあ、フロイド・メイウェザーはそのいずれ世界チャンピオンになるだろう、しかし今回ではないと、まあ、ヘナルのキャリアの方が上回るだろうという意見だったんです。ところがですね、試合が近づくにつれて確率がだんだん競ってきましてですね、そして逆にメイウェザー有利っていう線が出てきたんですよ。あ、そうなんですか。ということで、メイウェザーの調子が上がってるっていうことでもありますね。だからこれは、まあ、キャリア対その新人の上昇気流乗った新人、これは面白いですね。早速ご覧いただきましょうか。はい、負けない強いチャンピオン、うまいチャンピオン、エルナンデス対メイウェザーです。はい、10月3日ですね、アメリカネバダ州ラスベガスヒルトンホテルで行われました一戦です。どうぞ。Nevada, where tonight Bob Arum's Top Rank Incorporated, along with your undisputed, undefeated King of Beers, Budweiser. This Buds for You present 12 rounds of boxing for the WBC Super Featherweight Championship of the World. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Dr. Elias Ghanem, Commissioners Glenn Carano, Lorenzo Fertitta, Dr. Luther Mack, and Dr. James Nave, Executive Director Mark Ratner. Timekeepers at the bell and counting to the knockdown seconds will be Jane Broadfoot and James Cavan. Your lead position at ringside is Dr. Flip Homansky. Attending positions, Dr. James Wishgame, Dr. Al Capana, and Dr. Margaret Goodman. This bout is also sanctioned by the World Boxing Council, President Jose Suleiman, Supervisor at ringside for the WBC, Frank Quill.
The three judges assigned scoring this bout on a 10-point must system will be Chuck Jampa from Nevada, Bob Logis from Belgium, and Terry Smith from California. And when the bell rings, your referee in charge of the action from Nevada, Jay Nady. And now, ladies and gentlemen, from the Las Vegas Hilton here in Las Vegas, Nevada. Let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red, trimmed with white, weighing 130 pounds. He captured a bronze medal in 1996 Olympics, and now he has a professional record of perfect 17 consecutive victories without a loss. 13 of those by knockout. He's a native of Grand Rapids, Michigan, but now living and fighting out of right here in Las Vegas, Nevada. Ladies and gentlemen, here is the challenger, the undefeated pretty boy, フロイド・メイウェザーです。ボクシング一家に育ちましたサラブレッドです。Across the ring, fighting out of the red corner, wearing white, trimmed with blue, and also weighing in at 130 pounds. He comes to the ring with an outstanding credential. His 40-bout professional record stands at 30 victories, including 17 knockouts, only one loss and one draw, and two world titles. From South Central LA,the two-time world champion and reigning WBC super featherweight champion of the world, Genaro Chicharito Hernandez. 今回が4度目の防衛戦になります。ヘナロ・エルナンデスです。WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ12回戦。まもなく試合が始まりますが、さあいつものように浜田さん、はい、どこにポイントを置きますか。まあ、挑戦者のメイウェザーは、まあ、キビキビしてスピードのある選手なんですけどね、はい、それに対して、エルナンデスの左のリードジャブ、はい、このスピードがやっぱりポイントになるんでしょうね。チャンピオンの左のリードジャブ、どういうスピード、どういう出し方をしますか。なお、エルナンデス本人同士はこう語っています。エルナンデスはこれまで相手は最強の挑戦者だと、序盤が鍵になるだろうと言っています。一方のメイウェザーは前半をリードすればいけると、こういうコメントです。つまり特に序盤スタートかなり注目されるわけです。 WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ試合が始まりました。いきなり来ました。エルナンデスから言っています。赤のトランクス、プロ18戦目で世界挑戦、フロイド・メイウェザーです。まあ、チャンピオンエルナンデスとすると最初で脅かしておこうという気もあるでしょうね。あ、なるほど。百戦錬磨のエナル・エルナンデス、負けない上手いチャンピオン、こういった定評があります。しかしたった1敗だけ喫してしまいました。それがオスカー・デラホエです。身長差は180センチがエルナンデス、一方メイウェザー171センチ、9センチの開きがあります。全体的な体の大きさからするとメイウェザー一回り小さいような感じしますけど ね、 そですね、まあ、ウェイイン軽量では130パウンド両者とも130パウンドでした。 58.9 キロです。まあ、逆にですね、そのヘナル・エルナンデスがこのクラスとしては非常に背が高いですね。なかなか180センチあるジュニアライト級っていうのはな、まあ、スーパーフェザー級ですけど、はいはい、いませんもんね。そうですね。第1ラウンド右を打っていきました。エルナンデスの特徴のある右の打ち方です。ヘナロ・エルナンデス、おっと、共にカリフォルニア州、ヘナロ・エルナンデスは地元の LA ロサンゼルスでIBF ライト級チャンピオンの、シェーン・モズリーをパートナーにスパーリングで調整したということですが、これはスリップ、まあ、ダウンにとってもいいようなタイミングだったんですけどね、はい、まあ、レフリーはスリップダウンと見たんですよね、まあ、パンチは当たってないという判断だったんでしょうね。声を送ります。打っていきました。スピードを生かします。メイウェザー早い出入りを示します。21歳のメイウェザー、ランキングで言いますと5位です。18戦、17戦全勝、 13KO、 オリンピックの銅メダリスト、
大きく振っていきました左、ヘナロ・エルナンデス。相手の力は十分認めています、ヘナロ・エルナンデス。おーっと、これはどうだ、これはスティックです。プッシングですね。お互いにこのラウンド一つずつキャンバスに腰をつけましたけれども、いずれもダウンではありません。まもなく第1ラウンドが終了してしようとしています。 WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、ラスベガスはヒルトンホテルで行われています。左を返していきました、エルナンデス。注目の第1ラウンド終了いたしました。さあこの第1ラウンド採点では、まず小泉さん、どういう採点になるんでしょうか。まあ1ラウンド目ですね、ちょっと検討してみましょう。まず有効なクリーンヒット、これはこれをダウンに取らなければですね、まあ当たってはないんですけどね、これお互い有効ではありません。はい、で構成っていうのはですね、最初の1分間ややそのヘナロの方が良かったですね。はい、まあそういうことでですね、そのまあ振り分けるんだと私ヘナロの実態9にしますね。おお、そうですか。浜田さんの目はどう捉えましたでしょうか。私もチャンピオンエルナンデスのポイントですね。そうですか。はい、左を打っていきました。スロー VTR で再生がありましたけど、最初のですねメイウェザーのダウン、あれはどう見ました。まあダウンではなかったんですけれども、やっぱりダウンに捉えてもまあいいかなという、取ってもいいかなという感じしますか、浜田さん。いや、やっぱりですね、あの時にパンチが若干の当たってれば、ダウンと取っていいでしょうけど、まあ、パンチがまあ空振りに近いという状態を、うん、まあ判断したんでしょうね。なるほど。結局お互いにダウンはありませんでした。第1ラウンド、第2ラウンドです。パンチ避けるためにバランスを崩したんですよね。はい、それで後ろへ倒れてしまったんです。1ラウンド目のダウン、これはまた違った意味で両者ともキャンバスにパンチ以外の部分をつけています。いや、体足の裏以外のところをつけています。第2ラウンドです。まあ、クリーンファイトするように今注意したんですね。はい、前半をリードすればいけるというフロイド・メイウェザー、そういうコメントをしています。メイウェザーのスピードありますよ。はい、左打ってきました、飛び込んできました。ちょっと顎が上がってるところ気になりますけどね。スピードありますよ。はい、右打ってきました、届きません。左も返しましたが、これも届いていません。早い向きです、メイウェザー。ヘナロとしては得意のですね、左アッパーのチンですね、顎へ打つパンチ、あれで上がってる顎を狙いたいですね。押していきます、また注意を受けます、うすらと。メイウェザーの方にも注意を与えています。左を出していきました、テクニックでは評判を持っています。非常に懐が深く、頭抱えたらこの次はもう減点するぞと。メイウェザー臆せず突っ込んでいきます。ミラクラス、まあ、いきなりの右ですね、これはヒットしましたね。飛び込んでいきます、しっかりとガードしています、ブロックします。メイウェザーのスピードっていいですよ。はい、まあ、その分パンチは若干軽そうですけどね。なるほどね。ここまでの戦績としましては17戦全勝で 13KO です。ゴングが鳴りました。第2ラウンドを終えています。まあ、2ラウンド目はメイウェザーのですね、ワンツー一度、そして右ダイレクトのパンチありましたね。はい、有効なクリーンヒット取ります。10対9です。こちらがメイウェザーのコーナーです。これ10セコンド入っているのが親父さんですね、フロイド・メイウェザーシニアですね。はい、かつてシュガー・レナードと戦ってその負けたことありますね。はい、おっとちょっと問題を起こしてしまいまして、4月からトレーナーに復帰したという話ですね。その4月まではその、まあ、おじさんのロジャー・メイウェザーがトレーナーしていたんですよね。プロ転向以来
つまり先ほども言いました元世界2冠王者ですね、はい、その後ロジャー・メイウェザーは自らカムバックしたんです。あ、長いことになりますよね。そうしましたね、はい、それでもう2試合やってますね。どうなんですか、勝ってますね。そうですか。さあリングの上に話を戻しましょう。まあ勝ってのヒーローがですね、勝ってますよね、はい、はい、戻しましょう。ボディーブロー左を返しました。ロイド・メイウェザー、ここまでは攻撃はこの速さ、これをアピールしていきます。お互いに、まあ、ロサンゼルス銀行あるいは近く、でキャンプを張りました。ロス近郊のキャンプ地、あのビッグベア、よくデラホーヤがキャンプを行う場所ですけれども、ここでメイウェザーはキャンプを行っています。セサルバさんとスパーリングを重ねたという情報もあります。まあ、同じトップランク系列ですからね、はい、まあ、同じプロモーションの傘下の選手ですから、まあ、バサンは体格的には似てますよね、はい、ヘナロに。それからもう一人、あのこの前の試合で戦ったトニー・ペップというカナダの選手がいるんですが、はい、これもあのヘナロによく似てるらしいですね。そうですね、その人ともその選手ともスパーリングを重ねたということです。十分このタイトルマッチに備えてきたフロイド・メイウェザー、まあ、とにかくこの人の場合は周りを取り込ます環境がしっかりとしています。メイウェザーとスピードで勝ります。ロブローですか、ちょっと低いっていう注意ですけどね、あ、まあ、その前 の、 そのメレザーのストレート4連打ですね、シャープだったですね。そうですね、右クロスから左に返します。そしてまた右、右はかわしています。スーバックスピードでエルナンデスも対抗しています。まあ実際のところエルナンデススピードマックしてますね。あ、やっぱりそうですか、はい、エルナンデスのパンチに合わせて打ってますからね、年齢的には11歳の開き、エルナンデスのスピードを上回ります。フロイド・メイウェザー、おー、おと、メイウェザー調子いいですよ、ベストのコンディションでこの初挑戦臨んでまいりました。まあ、普通ヘナロって言ったらジャバーですよ ね、 すね、左の良さっていうので定評があります、さあそのジャブ避けてですね、そのインファイト持っていくっていうのが戦法ですけれど、逆にボクシングしてますよね、ストレートでジャブの打ち合いで打ち勝ってますよね、今のところメイウェザーは。浜さん、これはすごいことですね、エルナンデスとジャブをやって勝つとスピードで上回ってしまうというのは、まあ、あのエルナンデスの左が読まれてますね、まあ、珍しいことですけどね。そうですね、それと若干やっぱりエルナンデススピードないかなという感じしますね、はい、あ、この試合、はい、第3ラウンドを終えています。いかがでしょう、まあ、このラウンドは文句ないでしょう。メイウェザーのですね、その構成取りますね、はい、そういえば浜田さん、あの前回の3度目の防衛戦、5月16日に行われましたカルロス・エレナ戦、あれ、まあ、判定勝ちだったんですが、エレナですちょっと精細変えたかなという印象ありますね、ここ最近、まあ、最近で言っても、まあ、何年かですね、はい、波がありますね、いい時と悪い時がやっぱりすぐ分かりますね。あ、そうですか、はい、かつて の、 です、ね、あのデラフォーヤに負ける前、あの無類の左を誇ったあの時の感じではないですよね、やっぱりね、あの時は前線でしょうね、現在これが2度目のタイトルです、エナロエルナンデス。まあ、日本にも来てですね、武田正樹選手そして渡辺裕二選手と戦いましたけど、はい、やはり左のうまさ的確さっていうのが印象残りましたよね。全盛期の時に日本にやってきているエルナンデス、しかしそれに加えましてキャリアが加わっています。エルナンデステクニックプラスキャリア、まあ、若さという面ではもう32歳になりましたけれども、その部分のところが加わってきています。エルナンデスです。右打ち押し、左を返しました。一発ではすみません、メイウェザーの攻撃、ボディはエルボーブロック、ボディ打ちに来た、頭を下げます、なかなか崩れません。あ、右当てます。なんかもやっぱりエルナンデスの左を待って合わせているわけですよね、早い感じでしたね今、ジャブの返り際をですね、その右ストレートで襲ってきましたね、はい、今左から右のストレート、エルナンデスとすると
一番得意とするパターンのパンチを返されているわけですからね、はい、やりにくいでしょう、このスピードだけは前回級を通じてもトップクラスでしょう、フロイド・メイウェザー。エナロ・エルナンデスと言いますと、おっと、慢性的な拳の骨折、それから、まあ、鼻を折った時もありました、あるいは首を痛めた時もありました、エナロ・エルナンデス、しかしそれを全てうまさで克服してまいりましたエルナンデスです。ここはかなりこの若さに苦戦しています。ヘナロは結構パンチ殺してるんですよ、はい、そのブロッキングで、ただ構成は取られてますね、相手にスピードがあるんで自分手出せないんですね。浜さん、つまり防ぐ、ブロックするのが精一杯、防ぐのだけが精一杯という感じなんでしょうか今ね、思ったりメルザーのパンチは軽いと思うんですよね、はい、それよりもやっぱ当てる技術は前も持ってますね。それとエルナンデスの得意の左で、まあ、ペースを掴もうとしても、はい、左出すと打たれてるわけですね。なるほどなるほど、だから逆に、自分の得意とするパターンを出せないというままですね。打たれる、その左を逆にメルザーが待っているわけです。一番得意とするものを待ってるわけですからね、なるほど、その得意とするものを出すことができません、エルナンデス。これは苦しい展開です。そう、本当に苦しい展開ですね、今までおそらくこんなことはなかったでしょうからね、左さえ当てればなんとか自分のペースに持っていけるという自信はあるでしょうけど、今はもう左出せば打たれるわけですから、非常にその苦しい展開になってきています。チャンピオンエルナンデス、第4ラウンド終了しました。いかがでしょうか。まあ、このラウンドもですね、もう手数が全然違いますね、はい、まあ、クリーンヒットはそれほどないんですけれど、まあ、構成の面ではもう圧倒的ですね、メイウェザーの10対9です、はい、しかし浜田さん、戦前の予想からしますとですね、これは、まあ、意外という感じですよね。そうですね、本当に意外ですね。まあ、新人メイウェザー、はい、新生メイウェザー、この勢いのままでリング上がってますね、今のところは。なるほどね。だからそれを最初で叩いておいたら案外私は脆いところもあると思うんですよ。ただやっぱり今スピード負けしてる分、やっぱりその勢い負けしてますね、アトランタオリンピックが生みましたゴールデンボーイ、まあ、金ではなかったですからブロンズボーイという感じなんでしょうか、フロイド・メイウェザー、まあ、金の卵であることは間違いありません。その勢いを持ってきてもう怖いものなしです。この大ベテランに向かって臆せずにまっすぐに向かっていきます。左を出しました、この長い左、これは特徴的です。まあ、ただ怖いものなしで来ては今のところはいるでしょうけど、はい、案外顎も上がってるしですね、隙は見せてるという感じですか。もう本当に あると思いますよ、うん、おそらくベテランエルナンデス十分にその辺は気がついて、いつか狙ってる、いつかあそこにぶち込んでやるというそんな感じでありましょうけれども、今のところまだスピードが若さが勝っています。呼び込んでいます、後ろで自ら下がっていきました、エルナンデス、そこに向かっています。今いいアッパーですね、左ボディを叩きます。エルナンデスはパンチを返すことができません。戦法変えましたね、エルナンデスというと、もう待って、相手引きつけて、一発一発の狙い方にしてますよね、うん、自ら下がりまして、ロープにくっついています。ロープを背負って戦い方を変えました、エルナンデス。ブロックの上を打たしておいて、はい、射程距離近づいてきた時に一発一発狙いでおうとするパターンですね。今この辺はうまくかわしていますけれども、自分のパンチを出す隙がなかなか来ません。いつ来るのか、まだ時間はこのラウンドたっぷりあります。この辺を承知で、おそらくメイウェザーも承知で打ち込んでいるわけでしょうからね。まあそういうことですね、これが若さのなせる技でしょう。第5ラウンド、まもなく1分を切ります。この後ベテランのエルナンデスはどう打っていくのか。あとまた左を待っていました、左が書いているところ、いいサイドから右のストレート、メイウェザー。まあ、ヘナロとしてはですね、相手が自分よりスピードのない選手でこういう構成を取ってくる選手だったらカウンター取れますよね、相手の方がスピードありますからですね、まあ、受けに回って出すパンチもですね、ブロックされてますね。今左フックブロックの上当たりはしましたけどね、はい、メイウェザー自信持ってるんで、どうってことないという状態ですね。それと
エルナンデスもしっかりは打ててないですね。そうですか、はい。まもなくウングラス第5ラウンドを得ました。まあ、このラウンドも文句ないでしょう。メイウェザーのポイントですね。チャンピオンエルナンデス押されています。ニックネームチカニート、まあ、ご両親がメキシコの方ということで、まあ、チカノ、アメリカ在住のメキシコスペイン語を話す人たちのことを確かチカノでしたよね。そうですね、まあ、そこから来ているチカノ、チカニートというニックネームがついています。最近 の、 あの雑誌で読んだんですけれども、あ、今マイアッパーだってね、これですね、まっすぐ正面からじゃないんですね、やや側面から斜めに打ったアッパーなんで、ヘナロはそのスウェーバックしたんですけど、あれを食ったんです ね、 なるほどね。さあ、これは第6ラウンドに入りました。 WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチです。浜さん、先方を変えたチャンピオンエルナンデスなんで、はい、オートなんですが、はい、まだこれ同じですね。あの同じ戦法でやってるんですね、やってはいますけど、相手のスピードに今のところついていけない状態があるんですね。珍しいですよ、スピード負けしてるっていうのは、ということは今こういう作戦を取っていますが、打つ手がここまでしかないと。先どう見てるんでしょうか。一つに自分のスタイルでやると、どうしてもスピード負け、リズム負けになってくるわけですよね。だからまあそういったあの一発一発の決め方に変えてますね今。自らの得意とするスタイルを変えてるわけですね。して相手がですね、またメイウェザーがですね、ヘナロがその左を出すところを狙ってるんですよね。いきなりの右時々持ってきますしね。今日のヘナロはちょっと左のスピードないですよ。だから出すと右クロス合わされますね。まあ、そう思わせるようにプレッシャーかけているメイウェザーのやっぱ勢いっていうのがあるんですよね、今のところは。左で出していきます。お互いリードブローの交換ですけれども、圧倒的にスピードで勝っていますメイウェザー。また出します。ワンツー、3つ目、左を返していきました。このボディエルボーでブロック、弾き飛ばしますエルナンデス。しかし防御を仕掛けていきません。パンチを止めます。あまりメイウェザーのこの辺は深追いはしません。何しろこの懐が深いエルナンデス、入っていこうとしたらかなり難しいものがありますが、おっと、しかし入ってきました。全部ブロックしてますよ、はい、ただあれだけ打たれると構成は取られますよね、うん。ヘナロはもっとカウンター取りたいですね、はい、相手のスピードに幻惑されずにですね、やはり狙うのは左アッパーのチンですよね。距離を置きました。あっという間にこの交代も素早くステップバックを取ります。ドロイド・メイウェザー第6ラウンドを終えています。このラウンドもメイウェザーの構成ポイント取りますね。そうですか、はい、ウェイさんはルッキングって言ってますね、うん、いいぞって言ってるんですけどね。ヘナロがですね、なぜその右のクロスとかカウンター取れないかっていうとですね、ヘナロのボクシングっていうのはかつて右痛めましたよね、はい、でも左が8割ぐらいの割合占める、そういうタイプの選手です、はい。だから肝心 の、 その武器である左をですね、殺されてしまうとヘナロの戦力というのは落ちるんですね。第7ラウンドです。 WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、右を使わずに左だけで勝った時もありました。その左が封じられています。使うことができません。この長いこの肘から拳までのガードなんですけれども、この上を容赦なく叩いていきます。気楽のを待っています。メイウェザー、チャンピオンを圧倒する勢いはここまでは見せています。
メイウェザーアウト。このラウンド、はい、エルナンデス勝負かけてきましたね。ほうほう、まあ、ちょっとペース取り戻そうっていう感じですね。なるほど、今までは待って引いて呼び込んでいたんですけれども、自ら出ていきました。エルナンデスが先方を変えます。ブロッキングで相手のパンチ殺しながらですね、うん、プレッシャーかけて前出てますね。前出ながら得意の左を使います。自分の戦い方を変えざるを得ません。さあリードを取るか。おっと、さあアイナマコメイウェザーパンチを出してきます。ミラパー、この辺はガードをこすっています。一つの勝負どころですね、この試合の追いに行っています。ミラパー、ミラパーメイウェザー、おっと今度はボディロー。ただメイウェザー応戦してますね、すいません、距離を取るんではなく自分の方からも応戦します。メイウェザーです。デカリーショートレンジの、ショートレンジの打ち合いになるのか。体を入れ替えました。小さなショートのパンチ、デカリー右アッパー、左アッパー、斜めから打ち上げていきます。メイウェザー、おっと右アッパー、右アッパー、右のストレート、右のストレート、右ラッパーからコンビネーションを加えまして右のストレートも入っています。ショートです。浜田さん、いい攻撃ですね。ここは両方とも勝負どころですね、勝負どころ、松木八丁プライドころであります。第7ラウンド、この勝負を取れば、そのまんまの流れを作れますからね。あ、なるほど、そこまで大きいラウンドになりますか。この勝負は大きいですよ、このラウンド大きいですよ。ビッグラウンドになりそうです。あと30秒、左右のクロス軽く届いています。ブロック、ノート、ガードが進んでいきました。左アッパー打ちましたね、メイウェザー。連打の回転が速いですよ。そうですね、エルナンデスはちょっと顔を傷つけているようです。ヘナロはどうするか。左ダブル、トリプル、右、これは当たり、普通これが当たるんですけどね、左アッパーのダブル、左フック、そして右っていうのは右ソート、いきなりタイミングが上がった。出てくるところカウンターを取ります。第7ラウンド終了しました。エルナンデス、戦い方を変えましたが、うわ、顔腫れましたね。ずいぶん腫れました、特に右の顔面です。今のはいいラウンドだったですね、激しいラウンドですね。はい、ヘナロがですね、ペース取り戻そうと思ってですね、かなり積極的に出たんですけれど、逆にですね、メイウェザー打ち返しましたね、ポイントは10対9、メイウェザーです。いい右のアッパーがありました。浜さん、このパンチを集めたところ、はい、まあ、エルナンデスも返していますけど、今3倍ぐらいパンチは多かったですね、やっぱりね。そういうことですね、至近距離でもこのスピードは生かされています。メイウェザーは調子いいですよ、はい、メイウェザーは先ほどもご紹介しました、前半もリードすればいけるという、その言葉通りずっとポイントを取り続けています。結構エルナンデスが7ラウンド目力使ったんですけどね、向こうで流れ変えきれなかったのは響くんじゃないですかね。そうですか、第8ラウンドです。さあ余計こう加速がついたような感じがあります。やっぱり向こう7回目の後半、メイウェザー打ち返しましたからね、少し伸びましたね。なるほど、ローブローの注意です。両者にこれは与えています。レフェリーはジェイ・ネイディです。今のストレート連打なんかもうポンキンピッチとファイティング原田さん見てるような なるほど、感じしましたね。フェイントをかけながら攻め込んでいきます。左フック体勢を振り返ます。完全にまた引く体勢になりました、チャンピオンのヘナロ・エルナンデス。まあ、ヘナロとしてはこいつ勢いがいいなっていうふうに思ってると思います ねこんな時はですね、落ち着くことですね、はい、どっかにその、まあ、抜け道って言いますかね、その相手の攻略法っていうのはありますから、コーナーにおきましてもエルナンデスにトレーナーでありますお兄さんのルディが厳しく何かコメントを与えていました。ちょっと顔面の腫れを見ましては、そういったコメントも使いたくなりましたでしょう。右を入れていきます、右を入れていきます。かなりパンチ的にはもらっています。
チャンピオンエルナンデス、かつてこれほどのピンチがありましたでしょうか。左から右を出します。とにかく負けたのは1敗だけ、それがあのデラフォーヤです。左から右メイウェザー、ノート、もうメイウェザー調子乗りましたね。乗りましたね。完全に自分のペースを掴んでいます。とどまるところを知りません。エルナンデス目切りましたかね。あ、右目ちょっと切ったような感じですね。あ、そうですか。右の目尻ですね、ちょっとですけどね。それよりも右目の下の腫れですね、はい。うっすらと赤くなっています。右のボディへストレート、転倒をかけ続けます。エルナンデスを踊らせています。若いフロイド・メイウェザー、まるで勝った日にはチャンピオンと挑戦者が入れ替わったような、そんな勢いの差を感じさせましたが、第8ラウンドも終了しました。だいぶ晴れてきました。エルナンデス、まあ、このラウンドも文句ないでしょう。メイウェザーのポイントですね。そうですか、はい。メイウェザーが偉いのはですね、相手があれだけブロックが上手くて自分のパンチヒットしないと分かっててもですね、パンチ出し続けて、あれ、あ、ストップですね。あの落ち伏せ、今度は兄さんのルディ・エルナンデスなんですけどね、はい、ノーマスですね。もうこれ以上は無理だとギブアップしましたね。新チャンピオン誕生です。プロ18戦目にしまして、フロイド・メイウェザー、あの負けない上手いチャンピオンヘナロ・エルナンデスを下しました。 WBC 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、ラスベガスヒルトンホテルで王座交代劇が見られました。Referee Jay Nady calls an end to the bout. The official time at the end of round 8. The winner by knockout victory TKO in this, his 18th professional bout, his 14th KO. He is now the undefeated WBC champion. 18 連勝 14KO で新チャンピオンになりましたね。喜びの涙を見せましたフロイド・メイウェザー、新チャンピオンです。それでは試合結果を確認してみましょう。多彩なテクニックを誇ってきたリングの職人ヘナロ・エルナンデスがついに王座を明け渡しました。果敢な攻撃を続けたフロイド・メイウェザーが8ラウンド終了の TKO 勝ちでタイトルを奪取、アトランタオリンピックのメダリストとしては初の世界チャンピオンになりました。